えー、明治大学法学部の2年8組の皆さん、えー、こんばんはもしくはこんにちはえー、っと中級フランス語 B の2、えー、レポート後の解説をいたしておきますえー、ここ長かったしちょっと厄介なところでしたがまあ大体の人は頑張ったなという感じがあります まあ春学期はほとんど発音ができない人もいましたけども、まあ、ある程度のところまで発音は理解しているかなという感じですね、えー、共通して、ま、間違えたところがありますのでこれから解説をいたしますヴェーフミニューデクラクモンデブランシスフィーフアントンとここはリーゾン ししなくていいでしょう、えー。真夜中ごろと、みにゅい、みってのは真ん中、さなかですね、えー、真夜中ごろ、えー、枝枝の、木のですね、枝枝の角間、この折れる音、ピシピシ、あるいは、きとま音、あ、ピシピシ、枝の、えー、折れる音がスフィーフ、何をさせるアンタンド。 えー、聞こえたということですね。フィールはフェールの直接を単純加工。三人称、複数ですね。はい。アン・ヴァン・グラシアル・エ、えー・ピト・ヒッド。えー、これが集合ですね。ヴァン。えー、風です。これが英語のウィンドですね。えー、氷のように冷たく、そして腐った風がと。 おえー、ペネトハダール,タン,プルタンプルですね。えー、これがペネトヘという第一軍規則動士、ウェールで終わる第一軍規則動士の直接を単純過語です。英語のペネ r レイトの語源だと思います。えー、貫くですね、えー。そういう風が、濃、え、い、ー、のように冷たく腐った風が、 ジ、えー寺の中を貫いたと。えー、ルジュノンスミッタンギャフと、えー、その若い男は、えー、警戒態勢に身を,身を、自らの身を置いたということですね。スロンソンナビチュード、ここはリエゾンしてくださいね。このアッシュは無音のアッシュですので、ソンナビチュードと。 ここは案外できてなかった。スロンソナビチュードアトアー、ルモンストランパ、アトハベルルミュー、ダンサント。アトハベーが、これは横切って、横切ると。えー、英語だとトラバルースっていうのは横切るっていう、アクロスですね。えー、その、ソングはこのルモンストえー、習慣に従って、 習慣通りに習,習慣に従って自分の習慣に従って怪物は、えー、アンサントアンサントと発音しますねアンサ囲いの壁を、まあ、横切って、えー、張ったということです。周、えー、周りにこのの周りに、に、このののまあ寺院の形 どういう四角なのか丸なのか不定形なのかそういう囲いの壁を横切ってえ怪物はまあ寺院の中へと来たわけですね。アあっぺんゆってこれでッティルはリエゾンしてッティルラントロディここまでリエゾンするわけですね。ここは案外できたアる。あっぺんッティルラントロディサテトダ a n s ンプ そして、アペンク、えー、何々するやいない、何々するとてクイカのことです。ルジュノーム、ブランディ、ソンレペット。イルはもルモンストルですね。えー、怪物があ、まあ、自分の頭をジンへ、アントリ、まあ入れるやいないや、ルジュノーム、その若い男は、えー、剣をブランディ。 振り上げると、ブランディークという第二軍規則動詞、フィニル,フィニルと同じ形の、えー、動詞で、えー、振り上げるとお直接は単純過去ですねマつルギで、えー、この錦へびと戦っている、まあ、ここは山馬太郎の地、えー、ここでは錦へびで頭は別に一つのようですね、えー ルクブレッサルモンス、キースジュタ、シューソン、これはリエゾンしましょう。シューソン、ナドベクセーフエこれは、リアのエと、アンの間は、あこのリエゾンしてあるエアンフッシュ、アンス、これ、スゴーンと発音します。えー、ルク、打撃は、 ル・モンスは怪物を傷つけたブレッセ、これは直接の単純過去ですね、第一君、第一君、規則同士。そしてその怪物はと訳し下げた方がいいでしょう、えー、怪物をその打撃があ傷つけ、そして怪物はス・ジュッタ・シューソン並べ・ナ自分のお敵対者に身を投げ、そして2番目の打撃、クーですね。このアーンは アンンスゴンクということですねこの中世代名詞、去年の文法教科書を出して、このアン,アンを、アンフシュ、アンスゴン。このフシュはルスブアール、ルスブアールの直接は単純過去です。ダンサハーチ、まあ、怒り狂って、はい、英語のレイジですね。ラニマル、その動物は、これはルーモンストルですね。プッサ・ド・ロン・シプルマン。 スイッフルマンはこのフューという、息がこう出る音、どう訳すか、結構案外、日本語では難しいですね。フューという長い音を、まあ、息を、えー、プッサ、えー、この、吹き出して、そして、あじた、動かす。これも、えー、直接の単純覚悟です。プッサもそうですが、直接の単純覚悟。ューフズマン、行く。まあ、激しく、 作、えーえー、自分の頭彼のですけども自分の頭じゃない尻尾を動かしてランベルサール順の、えー、その若い男をランベルセひっくり返したとでそしてその若い男はド・ジュステスジュスティスやジュステス軽うじて、えー、身を再び起こしそして竜イこれはまたあ直前だとこのラリマルですね 怪物ですが西警備ですがえー、にえに、ー、エペ剣をだなてエペをおそのお怪物の頭にジスケラギャフトこのギャフトはえー、っと刀剣のを刺しますなんかここ <laughs> 警戒とかなんかいろいろ出してましたけれども。 えー、このギャルドとは違う、スメッタギャルドから警戒体制、ガードです、ガードマンのガードですけれども、これも英語から、あフランス語から英語に言ってるわけですね。つ、え、ば、ー、まで、えー、剣をプロンジェ、えー、こう、沈めたと、差し込んだということですね。そしてアルテル,アアテルポアン。 どういう程度にか、アーテルパン、クイカの程度にと、ラポントゥドラフム、スカサあ、えー、その武器、えー、これはエペ、剣ですね、つえー、その武器の切っ先、先が壊れるほど、ということねこの剣をー怪物の類怪物の頭に、えー この沈める、突き入れ、沈める、侵入させる、えー、突き入れたということです。<laughs> そして、ルモンストロス・トルディ・ダン・ズヴィオラン・トコンビルション。コンビ物は身をトルドントルドゥ・トルド怪物ルドゥ・トルドゥ・トルドトドトド 語尾が LU で割る不規則動詞これも直接単純化合ですね「ドゥは、えー「で、不定関詞の複数のウエスですけれどもこの名詞の前に形容詞が来てるのに「ドゥになってます、えー、その怪物は激しい痙攣の中で自分の身をよじりそしてその「キ、えー、これはコンビルスのその痙攣は えー、ランベルセー、えー、これひっくり返す。えー、壁を、まあ、壁は複数で壁を、えー、ひっくり返し、そしてフィール、これもフェールの直接法、単純加工三人称複数ですね。えー、最初の、えー、今回の2行目でできたフィールと同じですね。えー、フィール、ヴォレアネクララ。 トワチューのタンプルうー寺院のうートワチュこれはそ総合的に相対的に屋根を指します寺院の屋根をアネクラここが輝きと訳してたのです粉々に、えー、して、えー、ボレーをしたボレーはここではあ飛ぶと、えー、飛ばしたというフェールさ、えー、飛ばしたとですね最後の文章アレードでソンネペルーヴァンカー ルイトラランシャラテッド、えー、まあ彼の自分の剣の助けを得てル・ヴァンクこれは勝利者これはもちろんその若者若い男ですね勝利者はこのルイは直前だとル・モンストでしょう、えー、怪物の頭をトランシャあこの切断する したとこれもトランシセという第一軍規則同士の直接を単純過去です。まあ、ちょっと長くて厄介なところ、この戦闘シーン、まあ、一番の、まあ、修羅場ですが、まあえー、その若い男がまあ勝って頭を切ったんですね。えー、というところです。 来週はあ、なんかオンラインで、えー、あれですね、大学祭をやりますので、えー、来週、締め切りのレポートはありません。えー、そして、えー、次のレポートに見あー、再来週、11月、う何でしたっけ、13日、十三日の金曜日ですね、今日はなんか、あの時限爆弾、 爆発しなくて済みましたけど、まあ、なんかまあ悪い悪い、いたずら電話がかかってきましたね。えー、ということで、13日、次の19 196ページ、今回よりは分量が少なくて、えー、簡単だと思いますの、ね、で、皆さん頑張ってください。まあ一応、えー、レポートを出してる人、まあ、遅れてる、2回遅れたらちょっともう、負荷にしますので、1回遅れは認めますが、 レポート2回締め切り遅れは、まあ、その時点で負荷にします。皆さん頑張ってください。今のところは、まあな、なんとかなってますね。えー、1人、まあ、これ、あの、部活があるとか、あの、運動部とか運動部とか関係ないので、まあ、頑張ってください。はい、それでは、えー、次のレポート6を待っています。頑張りましょう。